こんにちは、海のひとときです。この自作の仕掛けで実際に実調してみてしっかり釣れるのかを今回は確かめてみたいと思います。使うカップルは、以前と同じように、これはですね、エギのタックルです。この方が見やすいかな。大根のこれはトラットアンツで、ですね、つけているのが、いつもの同じ通り、立つ天秤、こちら7号です。で、パイプに青い染めをつけてます。では早速投げていきましょう。よっ。で、今ちょうど引き始め、だいたい下げ3ぐらいですかね。下げ潮に入って、満潮から干潮に入るまでの時間の3分の1ぐらいの時間が経ったかなっていうところなんですけど、だいぶ海はのっぺりしてる印象です。ちょっと重いな、引っかかってるかな。海藻かな。何かがかかってる。貝が釣れました。初めて釣れたかも。シロギスはね、集団行動で回ってくるんで、回ってきたところにしっかりとマッチングできればいいんだけど、ちょっと大きいかな。ここはこう竿をさびいていくときに割とこう海底が段々になっていて、でそこのこう駆け上がりの部分が大きいと、まあ竿をこうさびいていくときにこう少し止まるような感じがあって、でそういったところに割と魚が集まりやすいから、一度そこでこう当たりを待ってみるのもありかもしれません。ちょっと一回置いてみますね。こう毎週のようにコトさんとドローンでこう水中調査であったりとか、まあ仕掛けの動き方をこう見るために、本当にこう2人体制で今まで動いてたんですけど、ちょっとドローンが故障してしまったので、ここから何回かは僕一人での調光というか動画になると思うので、ぜひ温かく見守って見てくだされば嬉しいです。こういうふうに天秤と、まあ、この B ラインを直結する場合、あんまりこうおすすめはしないんですけど、まあ、本来普通にこのままこういう風にくるんくるんってやって、3回ぐらいやって、で通して、でこの作った穴にまた通すっていうやり方があるんですけど、あ、ちょっと結ばれちゃいましたね。
それだとやっぱ結び目がこう弱くなって しまうんで、ダブルクリンチノットっていう、さっきのはシングルで、これ一回通す、その後にもう一度こういう風に同じように通していく。でできた穴を絶対にこうこの状態でキープしておきながら、まあ3回か4回ほどぐるっと回して、でこの今人差し指が入っている二重の穴ですね、ちょっとこれがピーだと割とくっついちゃうんですけど、この穴に入れます。入れてその作ったできた輪っかの中にもう一度通してあげる。でこれを、まあ、P の場合こっち引っ張っちゃうだけでいいですね。ナイロンだとここがこう こっちだけ引っ張ってしまうと、まあ、この根元の部分が縮れちゃうので、その時は必ず、まあ、両方でグーって引っ張っていくようにして結び目を作ってあげると、まあシングルよりはもちろんですけど、割としっかり頑固にこういう風にこう結びついてくれます。本当に投げて、で仕掛けがまあポイントに落ちるじゃないですか。で落ちた、まあ、本当にそこについた段階で落ちパクなるものをこうそこについて魚がこうバイトするっていうこともあるので、割とこう仕掛けを投げてから割とそうですね、気は抜けないっちゃ抜けないので、しっかり竿先は見てた方がいいかもしれないです。で実際にこの作った仕掛けなんですけど、海底につかない、まあ、根掛かりをしないっていうメリットもあれば、ちょっと実際にこう魚がこうバイトする瞬間が取れてないから分かんないんですけど、宙に浮いてる分こう食いづらさというか、まあ、そこのこう浮遊する分魚のこうフックするところがどうなのかなっていうちょっと疑問があって。まあ、その仕掛けの回収の面では大きく、まあ天秤が根がかっちゃえばもう仕方ないことなんですけど、ただハリスからハリまでがこう宙を漂ってるっていうところで、魚の食いつきがそこにどう影響があるのかなっていうのをちょっと今回確かめてみたいんですけど、まあ、この仕掛けが悪いのか海の状況が悪いのか、なかなか魚にこう巡り合えないので、そこをしっかりこう実証したいところではありますよね。青い染めを1本つけてみると割と反応が良かったので、ちょっとこちらの自作仕掛けの方を、丸々1本つけてみて、キャストしていきたいと思います。あ、残ってるかな。やっぱだいぶ近いんですよね。いや、オイルイワシ取れなさそうか、もう取れちゃってるか。ちょっとこの近場で本当にちょい投げですね。ちょい投げで投げてみて、あ、食べられちゃった。
当たりはあったっぽいな。当たりはあったっぽいですね。いや、分からなかったな。あ、当たった。食べたかな。食べられちゃったかもしれない。もう一息言ってくれないですね。最後かな。食ってる？食ってはいないかな。いや、ついてはいないか。当たったな今。ああ、取られてる。やっとこうリズムが分かってきましたね。ここに来て、ん、何か魚がかかりました。なんだろう、なんだろう。釣れててほしいな。あ、ちゃんと釣れてそう。おー、ちっちゃいけどピンギス。ちっちゃいけど釣れました。自作の仕掛けの方ですね。嬉しい。でもちょっとちっちゃいな。あ、はい、 GoPro の電源が落ちてしまいました。少し画角が狭くなっちゃうんですけど、一応多分撮れてると思います。実際に自作の仕掛けで釣れるかっていうのをちょっと確かめたかったので、まあ、ある砂浜に来て、まあ、市販の仕掛けも一緒に持ってきたんですけど、まあ、自作の仕掛けをキャストして、まあ、置き竿にしてみたりとか、さびきながら、まあ、その仕掛けをこう手元の方に手繰り寄せて巻いてきたりとかして、で、まあ、結果的には、1匹釣ることができたのと、3回バイトがありまして、まあ、同じ当たりだったのでキスだと思うので、まあ、この自作の仕掛けでもちゃんと、キスが釣れますよっていうことが証明できたのかなっていうふうに思います。